り始めたらどんどん色の銘柄集まり始めて、そしたらいろいろ豚で同時にいっぱい仕入れて同時に展開したの。そうです、あのもう揚げるのはやったので、じゃあ別の調理方法でなんかないかな、じゃあしゃぶしゃぶあるねとか焼いてみようとかっていうことで、蒸し豚とか。一応今のこのシリーズはその進化のあれを経てるんですね。そうです、ここはだからとんかつに次ぐ第2弾なんで、うちの定番が豚バラと白菜。あ、美味しいですよね。でそれを蒸し、あの土鍋に入れて蒸す、薄い鍋でこうミルフィーユ状態に重ねて、美味しいですね。あの水入れないでそのまま白菜だけで、そうそうそう、ほとんど鍋入れなくて、このお店の内装っていうのは、もともとこういうお店だったわけじゃないんですよね。ここ美容室、こっちが美容院。あ、やっぱり向こうとこっちで違うお店だったんですか。3つぐらい、あ、全部ぶち抜いて。でも完全に、でも内装も解消したんですよ。なんかもうこういう建物があったかのような内装ですね。でもこっちの豚組の看板と向こうの看板の間になんかいろいろ間があるんですか。一軒だけ店が入ってるんですか。違う店。こう後ろで繋がってる。ここ最初入り口そこら辺で探しちゃいました。